りしていってね。やっと宣言通りのものを買ってきました。その名も、エレクトリック ATV ウインチ。まあ電動ウインチです。実際2人で80キロ程度までは持ち上げられるのですが、それ以上のものはきつい、なんとか遠いところでも使いたい、そんな思いから買ってきました。まあ説明書ですが必要ないかな。これはワイヤーガイドですね。これはベースかな。今回は2500ルバを選びました。結構重い。あとはスイッチですね。フックにねじ類、このウインチ結構悪名があるらしく、優勢ギアが壊れやすいらしい。グリスを変えたらいいらしいので、早速分解をしていきます。多分これがクラッチですね。クラッチはプラスチック製、まあ価格が安いので。いろいろな方向から確認しています。ネジは全部で6箇所か。外すべきは4箇所。横の2箇所から外してみます。次は底の方の2箇所。硬いのでハンマーで叩いてみます。こっちはすぐ緩みました。確かにあまり良さそうではない。
とシャフト2本とネジが2本か。ああなるほど、ここはネジはゆるゆるでした。これだと力が加わった時にギアが歪むのでしょうね。これだけでも分解した意味があります。よしよし、なんとこのシャフトも手で回りますね。ギアオイルが確かに少ない、というか中錆びてるよね。グリスを落とします。意外とスラスラ落ちる。こっちの方も落としますか。見るからにアルミなので耐久性は低いかも。スプール部分は拭いておきます。モリブデングリスを使っていきます。優勢ギアは結構点錆びがありました。こちらにもたくさん塗り込んでおきます。くるくる回してなじませます。追加でどんどん塗っていきます。結局ここまで塗り込みました。反対側にも塗り込んでいきます。そして、組み立て開始。優勢ギア完成。仕切りをはめます。その前にここも接触部なのでグリスをいきます。シャフトを締めていきます。シャフトの上にプラスが彫ってありますが、彫りが浅いのでペンチで締めます。
程度きつめに締めてみました。あとネジを2本締めます。最後にスプールを締めます。下のギアが入りにくいので注意します。最初に底の方から締めて、次に上を締め込んだ方がいい感じです。横を締め込んでいきます。コードもつないで動くか確認しておきます。また見てね。